埋もれてる。はい、というわけで今回もね、最近コストコに行ってきました。ということで今回は第3弾目のコストコの購入品紹介をしていきたいと思います。3弾目だっけ。うん、1回目はリミが寝てて私が1人で撮って、2回目は第2回目って、今回3回目で、ね、知らない。1回しーちゃんが1人で撮ったで、リミも1人で撮った。しーちゃんが寝てて撮った、うん、え、そうなの。4回目かも、うん、あ、そうなの。そう、しーちゃんが熱で寝てるとき隣でリミ撮ったよね。え、そうだ。そう、あのクレヨンね。そう、第4回目ということでね、今回も張り切っていきましょう。はいはい、というわけで今回のね、食品が多いね。はい、です。まあ、あのコストコは、まあ、大体ママがね、お友達と買いに行ってしまうんですよね。そうなんですよ、私学校です。そうで、事前に、まあ、ママ今日コストコ行くよって言って、うん、欲しいものを、まあ、そう、しーちゃんにはよくオレオって言われるんだけどでも今回オレオを買ってこなくていいということを言われまして、太るからだそうです最近太り気味ですわ。なので今回はオレオを買ってきてません。はい、そうなんですよ。我を我慢します、今週、やっと今月、うん、あるとね、やっぱね、毎日のようにね、オレオ食べちゃうね。そう、毎日10個食べちゃう。うん、先生にもね、しほさんはオレオ好きですねって言われてるしね。うん。ということでね、オレオの話はちょっと、はい、以上と持ちまして、白コロが大運動会してたからね、すいません。早速ね、紹介していきたいと思います。カナンです。カナンです。カナンです。はい。じゃあ、どうしましょう。どうします？食品じゃないのからいきます？じゃあ、ここに立って、あ、オッケー。こう移してやってきます？手前の方からでいいですか？白コロがいるから脇に置くと食べられちゃうから。手前の方からでいいですか？うん、手前の方からで。じゃあ、まず一つ目が、こちらのね、うん、毎回買ってる、うん、ミックスジャーキーです。こちら白コロが食べる、はい、美味しい美味しいご飯。これ安いのでね、もうほとんどないので、そうですね。結構食べてます。確かにな。そう。はい。はい。こちらまだ、はい。次。次にね。ちょっと重いけど。こちらの、なんていうの、グレープフルーツの、レッドグレープフルーツの。こういうね、そう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 、ゼリー、シロップ漬け、シロップ漬け、うん、そうそうそう、ゼリーじゃないんだよ、シロップ漬けだそうです。うん、私食べたことないんですけど、しほちゃんたちはグレープフルーツ食べない、ほとんどママしか食べてない気がする。そう、リミが開けた次パン、リミちゃんがね、食べたの。はい、こちら次にパンです。こちらのパンね、あのコストコのパンって基本的に美味しいんですよ。そう、これはね、あのマスカルポーネの方ですね。もう一個あるんだけどね。ね、今日の朝リミが食べたということで、リミね、そのパンあれはね自分で作れるかも。うーん、私も食べたこれ、ほんと、うん、一個おいしかった、おいしいよね、美味しかったですね。次いきます。はい、次にね、オイコスのストロベリー味。はい、毎回オイコス買ってきてるんですけど、ストロベリー味ということで。そう、あのブルーベリーを前回買ってめっちゃ美味しかったんで、うん、ブルーベリーが欲しかったんですけど、ね、やっぱり今回は売ってませんでした。ブルーベリー人気なんだ、うん、あの期間限定なんだよね。あ、そうなの。そうそうそう、でもまだ置いてあるかなと思ったけどダメでした。だからストロベリーにしました。はい、次にこちらの、うん、なんていうの、これコンセントの、そうそうそう、コンセントのやつでくるっと回転、そうなの、 AC タップ、大事。そう、これね、あのコンセントっていろんな大きさがあって、ここの隙間にね、この大きなやつはさせないと。でもこちらもね、回転できるんですよ。そうそうそう、こんな感じで、うん、だから大きさ関係なくできると、そう、重宝してるんだよね。ねえねえ、ホコリシャッターって何？ホコリシャッターも、ホコリが入らないようになってる。そうそうそう、そう、これね、家に2個だけあるんだっけな、白いやつ。そう、白いやつ、今回ちょっと黒にしてみました。黒の方がいい、はい、そうだね、かっこいい感じ。そう、これね、結構高いんだけどめっちゃいいよね。うん、これは必需品だよね。次にね、こちらの餃子定番、こちらも毎回買ってきますね。そうね、明日あたり餃子かも
明日の朝ごはんかお昼ごはんか夜ごはんにお願いします。朝ごはんはないでしょ。朝ごはんはね、だけどパパなら朝ごはん辛明太子。辛明太子、辛子明太子、辛子明太バラ子。あ、バラ子、辛子明太バラ子、辛子明太バラ子。金福のこれあのもうなんか、はい、なんていうの、周りの皮が通ってある、ね、チューブになってるんですよ。そうそうそう、中のつぶつぶだけがチューブになって入ってて、これね味も美味しいしめっちゃ便利です。食べたい時にさーってねこう水にかけてすぐ解凍できるから美味しいんです。ママね明太子大好きで、その影響かしほも最近好きになりました。しほちゃんたちも最近美味しいって食べてくれるのでまた買ってきました。毎回一回買ったことあるんだけど、ありがとうございます。買ってくれてありがとうございます。美味しいよね明太子ね。次にいただきましょう。こちらはねチョコエッグのエッグです。なんか今バレンタインが近いからチョココーナーがいっぱい売ってるんだよね。で、ね、中身は入ってないんですけどチョコの卵みたいな感じの、うん、これ最後に食べてみようか。食べてみよう、うん、ちゃんが食べたい、うん、今日はねちょっといろいろガンダムに紹介してます。並べた順に適当に。次にねこちらの豚汁です。あ、昨日食べました。こちらのこれ美味しいでしょ。美味しかった、めっちゃ美味しかった。ママも今日飲んだよね、うん、美味しかった、ね、これお友達がね美味しいよってすごい勧めてくれて、すごい、絶賛してて、しかもね値引きだったんだよね。200円引きかな。そうね、そうなので買いました。めっちゃ美味しかった。今度さ肉袋買ったか、うん、40食分買った。そうだね、これいいよね。やっぱパパってちょっと飲みたい時にさ、うん、いいよね。朝毎日豚汁にしようか。そう、しほりみね豚汁大好きなんですよ。大好き。豚汁作ってもすぐなくなっちゃって。そうなんですよね。そう、これ美味しいよね、うん、お友達とかもみんな大絶賛。これ今度40食買ってこよう。しかも200円引きだったの。あ、そうだ、明太子もね今回300円引きでした。あ、そうなの、うん。次にねこちらのラッポッキという辛いラーメンみたいな感じ。韓国の韓国料理。これねママ昔買ったことあるんだけど、うん、めっちゃ辛いの。本当にもう口から火が出るぐらい、アイスとか食べないとダメなぐらい、これ食べた後にね、めっちゃ辛いんだけど、なんていうの、癖になるっていうか、なんか久々にね食べたくなっちゃって、すんごいでも辛いですこれ。だから絞り身は多分食べれないと思う。ママがとかパパがお昼とかに食べようかなと思って。カラムーチョ並みじゃないと。もうカラムーチョなんて全然辛くないじゃん。辛くない。これめっちゃ辛いから。カラムーチョの10倍ぐらい。うーん、はい、次にねまたバレンタインが近いということで、あ、でもこれそうチョコレートに見えますよねこれ。卵に見えるでしょ。プリンなんですこれ。すごくないですか、ね、これなんか白バージョンはいつもあるのかな。チョコはいつもないのかな、わかんないけど、なんかチョコがあったので、風船に入ってる。そうそうそう、チョコレートプリン、風船をパンって割ってね、そうピロンって食べるやつ。これそう、これちょっとねチョコがあったので買ってみました、はい、これも後で食べてみようか。食べたい、うん、次に こちらのね、そうでかいアスパラガスビスケットということで、めっちゃでかいです。こんな感じで、そうめっちゃ大きいの。この前さ、リミちゃんがアスパラガス食べてたでしょ。しほちゃんも好きだよね、これ。おいしかった。好き。しほのアスパラガス。そう、しーちゃんのを食べちゃったというね。だからしほちゃんにいっぱい買ってきました。ありがとうございます。なんかこれね、いろんな味が3種類あるの。このね、メープルの風味と、うん、ミニ、あの、普通のね、うん、アスパラガスと、バターとね、美味しそうじゃない。めっちゃ美味しそう。27袋入り、アソート。ね、これ食べましょう。袋入りして、ほんと。はい。はい。で、ラストですね。次にラストでございます。じゃじゃん、マスクです。はい、ね、こちらなんで1個しか買ってこれなかったんですよ。1会員につき1つなんです。わかります？1人1つじゃなくて会員に1つ、カード会員証1枚に対して1個なんですよ。だからママが会員だから持ってるんですけど、一緒に行こう友達は持ってないんですよ。でも1人の人が持ってれば、確か大人は2人かな3人かなは一緒に入れるんですね。はい、だけど一緒に入った人は買えないというね。1人1つでいいんじゃないのそこはと思いましたけど、でも結構開店と同時に行って結構ありました、このマスク。でもこれね30枚しか入ってないんだよね。
30枚しか。もっとね、バーンって入ってるやつが欲しかったんだけど。50枚。そう、30枚しか入ってませんでした。でも一応コストコさんはなんかこうちょっと毎日なのかわからないけどマスクの入荷はあるみたいなので、もしねコストコ会員の人でマスクないなって人は朝一行ってみたら買えるんじゃないかなって。わかんないよ、でもねわかんないですけど、そこのね各コストコによって違うのかもしれないし、わかんないんですけど、ママが行ったところはありました。聞いてる？無料だったの？無料なわけないじゃん、普通にお金払うの。買えたってこと、でもねやっぱマスクはね、別のところに、いつもあるとこじゃなくて別のところに、レジ前のところにありましたね。やっぱみんなマスクだけ買う人がいました。朝一でママたちが行ったらマスクだけ持って出てくる人とか、ママたちが会計終わった後とかにマスクだけ会計終わってしてる人とか、ほんとマスクだけのために買ってる人もいっぱいいました。いっぱいいっぱいじゃないかもしれない。マスクのためじゃなくてさ、うん、マスク買うなら他の方買ったら、そう思うんだけど、でもほら多分家のそのコストコの近くに住んでる人は別にそんな毎日買い物しないじゃん。だけどマスクは売ってるからマスク買いに行ってるんじゃないかなって思います。ママも1個だけゲットしてきましたね。ね、何それこれは何ですか？この商品の値段を教えて。あ、その商品の値段、マスクは安いですよ。ね、マスクはね288円でした。そんなにた、だってこれ30枚入りだからね。250円でいいじゃんそんなに安くないでしょ、もともと。はい、以上ですね。以上でございます。なんちゅうテンション。はい、じゃあね、この後ちょっとねチョコエッグとプリンをちょっと食べてみましょう。はい、はい、ということでね、チョコ類を食べていきたいと思います。こっちから食べる？はい、はい、いやいや、そっちじゃなくてこっちとこっちでしょ。トリミを順番に食べるんだ。こっちから食べます。食べてリミアとか。オッケー、オッケー。意見が分かれる姉妹だね。全集中。水の呼吸。一人だ。みんな。涙切れない。肩の毛降りたぞ。もういいから。それどんなに。ねえ、鬼滅知らない人は何やってんだ。ポカーンだよ。おいいね。こんな感じだね。書いてある。プルプル、おお、ブル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 。まあそれチョコだ。ちょっとね。ごめんごめん。なんか中入ってんのかな。入ってるの、ドイツしてんの。え？何？ねえ、風船ってさ。あ、ねえねえ、風船ってさ。滝つ。ねえねえ、風船ってさ、臭いよね。うん、そう？空洞？空洞で吹かして、なんか中は空洞で何も入ってませんでした。ママ、そらそうだ。スプーンじゃなくて、じゃなくてこう用事でツンってするの。用事か。ちょっとカメラの前でなるべくやって見てよ。ベリーソースなの。普通のイチゴだったら好き。開けて。ねえ。しーちゃんも食べるんだよ。どう？しーちゃん。プリンって思わない。開けて。ビターチョコみたい。
ビターチョコの溶かしたバージョン。美味しそう。まあまあ美味しい。まあまあの。いい？うわーすごいね。ベリーチョコ、いちごジャムみたいな感じ？そうだね、多分。どう、リメちゃん。どうですか？お味は。ん？酸っぱい。ん？酸っぱい。大丈夫？リミ逃亡。どう？ダメ？ベリー。そう、ベリーソースはダメ？絶対美味しい。ダメ。ダメ。絶対美味しい。ベリーソースかけない方がいい。本当？やだ。あ、ソースかけた方が絶対美味しいよ。美味しくない。まあそれは人ね、そ好みもそれぞれある。ちいちゃんのスプーンで食べる。ちいちゃん。交換して。無理。なんで？食べれない。はい、じゃあバイバイしましょう。それでは、グッバイ、シュリソーシーそこの黙々と食べ続けてる方、いいですか？チョコが出てきた。ね、こぼさないようにね、リミ。これだから私は太る。これだから私は太る。オレオ食べなくても太る。オレオ食べなくても太る。これを食べて。オレオ食べなくても太る。そうですね。そうですね。さよなら。バイバイ。グミペア。3時だ、おやつだ、甘い。